どうも、ネギバです。はい、ということで、今日なんですけども、2023年、皆様、明けまして、おめでとうございます。はい、だいぶ遅れちゃったんですけども、2022年は、デンジャラス赤鬼を応援してくださり、本当にありがとうございました。無事に2023年を迎えられたということで、今日はですね、2023年、デンジャラス赤鬼、目標発表会というわけで、激動の2022年を経て2023年始まって15日ほど経ってるんですけども、今年はデンジャラス赤鬼がどんな風に動いていくのか、どんな風に変わっていくのかっていうのをこれからお話ししていければと思います。僕たちデンジャラス赤鬼は YouTuber としての活動だったり、お弁当屋さんやってたり、子供食堂やってたり、いろんなことやってるんですけど、今日お話しするのはデンジャラス赤鬼 YouTuber としてどうなのかっていうところを話していければと思います。普段から動画を見てくれてる皆さんはやっぱり YouTuber としての僕たちを常に見てくださっているのでお話しできればと思います。というわけでまずは2023年を語る前に2022年がどんな1年だったのかっていうのをお話ししていきたいと思います。2022年デンジャラス赤鬼はめちゃくちゃ落ち込みました。結構苦しかった1年だなと今思ってます。何が苦しいんだと思う方もいるんで、簡単に数字でお伝えできればと思うんですけど、まずデンジャラス赤鬼のチャンネル視聴回数 40% ダウン。ダウンですかね皆さん。チャンネル登録者数2022年登録者50万人目指しますよ。始めたんですけれども、2022年終わる頃には23万人ということで、2022年からですからね、まあ、そして YouTuber 稼げるんでしょって思ってる方も多いと思います。でも先ほどお話ししたように視聴回数 40% ダウンしてますんで、収益も半分ぐらいになっちゃいました。それだけ過酷な1年、足踏みした1年だったんですけども、2023年デンジャラス赤鬼 YouTube 登録者目標は50万人目指します。はい、ということで登録者50万人目指します。つまりどういうことかというと、2023年はデンジャラス赤鬼本気で YouTube やり直します。やり直すって2022年もやってたじゃんって思う方もいると思うんですけども、僕は勝手に忙しくしてるんですけども、日々の忙しさだったり自分たちのキャパを超えた活動の幅によって本来やるべきことが全くできなかったです。正直に言います、2022年は YouTube に何パーセント力を注げたか考えたら 50% ないんじゃないかなと。ここでちょっと皆さん聞きたいんですけども、デンジャラス赤鬼の動画って何の動画のイメージあります？大きい括りで言うと人助け動画ですよね。その中でもホームレスの方たちへの炊き出し活動の様子、これを動画にさせてもらってました。週3回の炊き出しを行って、視聴者の方たちからこういう意見何度ももらってました。いつも同じサムネだし、いつも同じことやってて正直飽きたと。炊き出しの動画こういう声めちゃくちゃもらってました。でも普通ならじゃあ少し趣向を変えてみようかなとか、ちょっと変わった動画撮ってみようかなとか考えれるはずなんですけど、僕たちは自らせわしなく動いていたために、皆様の声を拾って新たな動画に着手する、そういうところに時間を使えなかったり、こう思ってる方めちゃくちゃいたと思います。いっちゃんどうなったの、バラちゃんってどうなったのとか、炊き出しをする中で僕たちが出会い続けてきた方たちのその後どうなったのか、すんごい中途半端になっちゃいました。最後まで映像として皆さんにお届けできた人たちっていうのは一人もいませんでした。これどうしてかというと、ここだけ本当に言い訳させてほしいんですけども、自分たちで炊き出しの回数を増やしておいて、炊き出しの時間に押しつぶされてしまってたんじゃないかなと。社会復帰支援の動画出しても結局中途半端になっちゃうんで、それでも動画出さないといけないから、炊き出しの様子を動画にさせてもらうっていう決まった展開でいつも動画をやらせてもらってたんですけども、人助け活動っていうのは継続が命です。地道で泥臭い、でもこれをコツ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 続けていくことがこういう人助け活動なんですよね。なので炊き出しがいけないとかということではないんですけども、デンジャラス赤鬼 YouTuber としてはいけなかったんじゃないかなと思います。その結果がこの登録者、まさにその通りだと思います。じゃあデンジャラス赤鬼2023年どうするんですかと思う方いると思います。登録者50万人目指して YouTube を上げていくんですけど、まずは思い切りたいと思います。炊き出しの様子を動画にさせてもらった炊き出し動画ってやつですよね。2023年は炊き出し動画やめます。
どうして辞めるのかと言いますと、もちろん楽しみにしてくれてる方もいるんですけども、数字がそれを物語ってまして、炊き出しの動画をアップロードしてもなかなか見てもらえてないですし、ずっと続けてきた炊き出しの生配信約4時間近い毎週やってたんですけど、年々視聴者数が減り続けてます。この炊き出しの動画、もちろんいろんな人に見てほしいし、僕たちの活動を皆さんに伝えるコンテンツなんで、でも皆さん周りをよく見てみてください。インタビュー形式の動画スタイルのチャンネルいろいろ見てもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃ深掘りしてるし、でも僕たちっていうのは100人にお弁当配るわけですから、一人の人に話を聞く時間っていうのも限られてきますし、ということで炊き出しと撮影生配信っていうものに対して限界があるんですよ。動画の内容がどうしても薄くなってしまうからこそ、サムネ詐欺とかいろいろ言われるんですよ。ここまで分析して、もちろんこういう動画を求めてくれる人たくさんいるんですけども、炊き出し動画お休みした方がいいんじゃないかなと考えました。炊き出しの生配信に関しては、皆さんからいただいたご支援物資だったり人助けに使わせてもらうっていう形でやらせてもらってたんですけども、メインチャンネルの方では、まあ、一旦やめさせていただいて、生配信はサブチャンネルの方で炊き出しをする際にはやっていきたいと思ってます。これはさっきも言ったように、僕たちの活動っていうのは、活動をしている姿っていうのをリアルタイムで感じてもらえるっていうので、ここまで来させてもらったチャンネルなので、毎週楽しみにしてくださってた方がいますので、それはサブチャンネルの方で続けさせていただきたいと思います。デンジャラス赤鬼のチャンネルメンバーシップご加入いただいている皆さん、生配信をサブチャンネルに移すと当然チャンネルが変わるんで、サブチャンネル内でデンジャラス赤鬼の絵文字だったりバッジっていうのは使えなくなっちゃうんですけど、その点は本当に僕たちのわがままを言ってしまって申し訳ないです。めちゃめちゃ話し合ったんですけど、今年は本気でやるために協力していただけたらと思います。はい、ということで炊き出し動画はこれでやめます。じゃあデンジャラス赤鬼、炊き出し動画やめて何すんのよと思う人いると思います。デンジャラス赤鬼の強みってなんだろうと思ったんですけど、社会復帰のサポートをする動画だったり、亡くなってしまったおいちゃんのように人に寄り添う活動っていうのをやってきたんですけど、これからはその活動を中心に上げていきたいと思ってます。なので年明けからやけにキューピーちゃんの動画が増えたなと思ったそこのあなた、そうです、全員にまんべんなくお弁当を配る炊き出しの活動は引き続き継続しながらも、一人一人十人十色の悩みだったり人生があると思います。それに寄り添う活動っていうのをどんどん上げていければいいのかなと思ってます。なので今年は人と向き合って人助けを頑張って、その様子を上げていければいいのかなと思います。もう一つやってみたいのが、僕が最近やたらと意識しているナムさんのチャンネルですね。僕すごいなと思ったのが、路上生活者の方たちとかそういった困ってる方を映した動画ってやっぱりネガティブな話が多いんですよね。病気になってしまったとか、仕事を失ってしまったとか、ネガティブな内容がすごい多いんですけども、あのチャンネルの登場によって困ってる方たちがポジティブに楽しんでる動画とか、生き生きしてる動画っていうんですかね、もっと明るい部分を映した動画っていうのもすごい皆さんから必要とされるんだなと思ったんですよ。僕たちの動画っていうのは本当はネガティブなんだけども、それを少しでもポジティブだったりプラスでしかないですよね。前を向いて生きていこうよっていう動画なので、ネガティブな部分を映すことが多かったんですけども、困ってる方たちの明るい表情だったり、そういった笑顔あり笑いありの動画っていうのも挑戦してみたいなと思ってます。というわけで2023年まとめると、 YouTube 頑張ります。登録者50万人を目指すんですけども、登録者50万人のために何を頑張るかというと、炊き出し動画これを一旦お休みさせていただいて、一人の方にフォーカスした社会復帰支援だったり人に寄り添う活動の動画を中心に上げていけたらと思います。そして人助けを通じた皆さんを笑顔にしたり、時には笑ってもらえるような一つのエンターテインメントとしても成立するような企画を取っていけたらと思ってます。他には災害支援だったり、僕たちの中でもっともっと広げていきたい人助けの動画っていうのがありますので、これを撮っていきたいと思います。人助け YouTuber デンジャラス赤鬼は2023年 YouTube 本気で頑張って登録者50万人いきたいと思います。もし今年持たなかったらデンジャラス赤鬼も株式会社ゴールドシップも終わりです。だからその分めちゃくちゃ本気です。なので今応援してくれてる皆さん、昔は応援してたけど今は見ないよっていう人も応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで最後になっちゃったんですけど、今年2023年僕たちが3年続けてきた炊き出しの活動、テーマがありまして、デンジャラス赤鬼の炊き出しからみんなの炊き出しへ、こういうテーマなんですけども、3年やってきた炊き出しの活動、YouTube やりながらとかっていうのもあるんで、ボランティアさんたちにももっと頑張りたいなとか、もっとこの活動に貢献したいなって思ってる方がたくさんいると思うんですよね。でも、この活動はデンジャラス赤鬼の活動だから、そこまでできないし、っていう気持ちになった方、すごい多かったんじゃないかなと思ってます。
今年はもうワンランク上の活動に、デンジャラス赤鬼から始まった炊き出し、皆さんが応援してくれてるこの炊き出しの活動をデンジャラス赤鬼の活動からみんなの炊き出しに変えていきたいと思ってます。炊き出しの活動も夜8時に配信がスタートして、終わるのはだいたい12時前とか日付変わる前ぐらい、皆さん終電ギリギリの状態でボランティアに来ていただいたりしてたんですけどね、なんでこの時間なんだろうって考えたら、一人一人顔を見ながらお弁当配るためにあの時間になってるんですよ。でもそれはデンジャラス赤鬼のエゴであって、炊き出しの時間ももう少し早くてもいいかもしれない。でも本当のことを言えば、お弁当を配る人2人いたら時間2分の1じゃないとか、そういったことも考えると、やっぱりきっかけはデンジャラス赤鬼の活動でしたけども、炊き出しファーストで考えたら、皆さんと一緒に作っていけたらもっと一人一人が輝いて炊き出しができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。良くも悪くも炊き出し動画をやめるこのタイミングで、今まで続けてきたこの活動をもちろん僕たちも含めてみんなの活動にしていくのが、この活動を始めた僕たちデンジャラス赤鬼の役目なんじゃないかと思ってます。まあ、なので今年は炊き出しはもちろんやります。めっちゃやるんですけど、炊き出しとか子ども食堂をみんなの活動に組織化したり、そういった部分を頑張りたいと思ってます。デンジャラス赤鬼が勝手に始めたこの活動が、今となっては多くの方たちの期待だったり思いを乗せた活動になっているというのは、応援してくれてる皆さんが一番分かってくれてるかなと思います。なのでこの活動を形に残す、未来永劫を続けていくためにみんなの炊き出しに変えていくっていうのを今年は頑張りたいと思います。なので僕とかメンバーが炊き出しに参加できない時もあるかもしれないですけど、その時はボランティアの皆さん力を貸してください。泣いても笑ってもこの活動を続けていけるのは今年が鍵になってます。やりきります。はい、ということで、ね、めちゃくちゃ長くなっちゃったんですけど、デンジャラス赤鬼今年絶対50万人いけるぞって思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。メンバーの SNS もより一層目標に向けて活動してまいりますので、フォローしてもらえたらと思います。それでは次回の動画でしましょう。じゃあ。